はい、資金 TV の石金です。こんばんは。2022年1月21日の動画に記となります。はい、えー、撮影はね、23日の、えー、夜8時に撮っておりますけども、はい。えー、21日はですね、中目黒が、えー、ちょっとね、仕事関係で行ってきました。はい。えー、でそれで、ね、昼あの、昼からね、行ってきたので、午前中は普通に、えー、最寄り駅で作業して、そこから、えー、昼、えーね、電車に乗って昼、中目黒行ってきました。はい。 えー、今回ね、まあ、毎月、えー、1回から2回ねちょっと,、えー、とメンバーで集まって中目黒でちょっと作業するっていうのをやってるんですけども、えー、その度にね、えー、せっかく中目黒に、ね、行く機会あんまりこの、まあ、毎月1回ぐらいしかないので、えー、それだったらせっかくだったらねえっ、ー、とあの外食ねしようと思っていつも行ってるんですけど今回はえっ、ー、とさぬきブルースというね、えー、うどん屋さん本格うどん屋さんのえっ、ー、と中目黒店で行ってきましたはい。 あのー、中目黒の駅出て、その中心の一番車通りが多い通りからちょっと1本外れた、1本中に入ったところにある、えー、お店ですね、こんな感じで、あのー、すごく分かりやすくこう、うどんっていう文字が、ね、書いてあって、えーはいで、しかもね、めちゃくちゃ安い。えーっともう 丸亀製麺ぐらいの安さで、ぶっかきうどんが一番安いのが400円で、僕は今回これで、えー、行ってみました。はい。大盛りにしようか迷ったんですけど、も多分ね、えー、っと、こういうお店って400円のその一番並盛りでもね、えー、しっかりね、噛んで食べればね、えー、お腹いっぱいになると思ったんで、今回はね、400円のやつと、あと、あ注文するときに、 えっと、つまみじゃなくてトッピング聞かれてあの初めて行ったので分かんなかったのでお姉さんにねえっとおすすめのアレバ教えてくださいって言ってでその中でもね教えてもらった中でも一番ねお客さんに人気だという、えー、唐揚げ的な、えー、やつを頼んで食べましたはいちょっとねえっとお店ねあの昼時で混んでたのもあって、えー、結構ね、えー、もっと丸亀製麺ぐらいのスピードでパンパンとかね出てくると思ったんですけども結構 僕の前にもう入ってて待ってるお客さんがいたせい、まあ、もあってちょっと、えーあのー、スピードがね、えー、遅かったなと思いました、はいまあ、ただね、えー、っと出された、えー、っとうどんはね本当に、えー、美味しかったの一言ですねはい、えー、美味しすぎてね、えー、っと普通に美味しかったんで全部、えー、この汁も含めて、えー、完食しました、はいえー、最高でしたまた行きたいなと思います、はい でなんかもあの話聞いたらもともとは居酒屋だったらしいんですけどコロナの影響でちょっと居酒屋の方を辞めてうどんに専念しているという感じらしいですはい中目黒よく行く方はぜひ、ね、行ってみてくださいはいでえー、っとで2個目はあそうですねえー、っとちょっと仕事の関係で、えー、書評というんですかね、えー、小説 えー、読んで紹介する、えー、あらすじだったりとか、えー、魅力とか、ね、感想特徴を、えー、何個か紹介して、えー、革新的なねネタバレがないような感じで、えー、読みたくなるような、えー、その記事を読んだ方がその本を、ね、読みたくなるようなそんな。 あの記事をね、えー、まあ、タスクというか、課題というかね、えー、書いて、えー、出して、それを、あのーね、上の代表に確認してもらって、添削というかね、してもらって、えー、とすごくね、えー、と褒めていただいて、えー、嬉しかったです。はいで書いてて書もね本当に あのすごくね自信作というか、えー、だなとけな思,いな思いながら書いてて、えー、しかもねすらすらね先月もね同じような、えー、タスクというかね、えー、課題があってやったんですけども、えー、先月比べて圧倒的に筆がねタイピングが進むのが、えー、早かったというかね、えー、迷いほ,ほぼ迷いがなくすらすらとこう自然な文章が、ね、タイピングするか書くことができてすごく自分自身の 成長を、ね、感じることができて、えー、さらにその自分の評価と、えー、その上司の、ね、評価がね、えーほ,まあ、ほぼ一致したのですごくねなんか自信にまたなったなと思いましたはい嬉しかったですはいえー、なのでねまだどんどんね、えー、これから先、えー、もっともっとね、えー、なんだライティングのスキルだったりとか、えー、いろんなスキルをね伸ばしていけるんじゃないかなと自分の可能性に,にすごく、えー、期待できるなと思って嬉しかったです、はい で3つ目がね久しぶりにその仕事で、ねえー、19時半ぐらいに、えーまあ、切り上げて、えー、お先にねちょっと失礼させていただいてあといい中目黒から池袋の方に向かって、えー、行きましたはいで、ねね、中目黒から池袋かからら池袋ね行ったの僕初めてだったんですけども、えー、なんとその あの東横線、えー、ってやつで、えー、と直通でね行けるということを初めて知りましたしかもね10分とか15分ぐらいで、えー、池袋着いたんですごくね良かったですはいでその事前にねお店20時からだったんでちょっと遅刻したんですけども20時から、えーまあ、場所ね調べてでどのね 池袋って結構ね広いので、駅、えー、どの出口、何、え、番、ー、出口の何番からね出たら、一番、ね、そのお店にダイレクトに、一番近くに、ほぼその寒空を歩かないで行けるかっていうのを、ねえー、ググってねこう沈みながらあ、この出口だと思って、えー、調べてね、えー、と行ったらね、ね本当とドンピシャに、えー、出たときに、出たとこに、その居酒屋のビル,ビルがねあったので、えー、よかったです。はい、でそれをね思って、はい で行って、えっと、本当にコロナになる前かな多分なったとかわかんないけど、えーっとまあ、頻繁というか、まあ、3回ぐらい計で合計で3回ぐらい参加させていただいた、えーっとまあ、い食事会的な居酒屋で食事会的な、えー、やつに参加してきました。はい でその主催の方はね、えーまあ、かつてそのうちも特徴会というかイベントをねやっていた時に、えー、と主催の方同士集まる機会があってその時に知り合ったすごくねあ面白い、えー、方で、えー、年はね一回りも上の方なんですけども一回り年上の方なんですけどもすごくフリーランスで僕と同じようにやられていて、えー、とお子さんもいてっていう感じで。 えー、人生の大先輩が、ね、主催のやつですごくねその方はいろんな気配りもできるし話も面白いし盛り上げるのもうまいしということで、えー、確実にね参加して、えーまあ、後悔したことがないというかね、えー、と必ず行って面白かったっていうそういう、あのー、感じのイベントだったイベント食事会だったんで今回もちょっと誘われ誘ってい,ただいて、えー、行きたいなと思ってすぐね返事していきましたはいで本当にねえー、とメンバーね主催の方含めて5人で えっとまあ、でもその何回も僕も参加しているので、えっと、そのうち、えー、初対面は一、ね、人,人だけで、えー、お,一人かお一人だけで,、えー、でした、はい。久しぶりに、ね、お会いしてすごくそれ,それも嬉れしかったです。はい、であのお一人の方はすごく、ね、面白い経歴というか、えー、仕事をしている方でなんかエンジニア。 SEO や,やりながら副業でね、もうたこ焼き屋さんのオーナーで5年間くらいやってるみたいな、そういう面白い、えー、方もいらっしゃって、えーまえー、最初は緊張してたんですけども、すごくお酒も入ってきて、えー、かなり飲む表題ですごく楽しむことができて、えー、いろんな、ね、話をしましたけども、あのー、そうですね、えー、っとー、なんだろう、なんだっけ、あ、そうそうそう、たこ焼き、えー、でいうと、あのー 最後ら辺に焼肉キング僕がよく好きな焼肉キングっていうねチェーン店があってですね えー、東京でも結構あるんですけどもそこの、えー、話になりまして、えー、焼肉キングのなんか何の流れになったか忘れたんですけども焼肉キングのたこ焼きがね、えー、めちゃくちゃ美味しいと僕がね、えー、こうみんなにレコメントしてそしたらねもう一人の、えー、男性の方がですね、えー、と乗ってきてくれて「えー、あ僕はちょっと、あのー、たこ焼きはちょっとわか知らなかったんですけども韓国のりたま丼っていうのがあってそれがめちゃくちゃ美味しいです」みたいな感じでなぜかこの、えー、5人中2人がね えー、焼き肉キングを激推しするっていう展開になったりとか、えー、あとはねなんか、あのーまあ、看護師看護,看護師的な仕事をしている方で、えー、なんだっけ自由が丘の方、えー、僕はまだ自由が丘踏み入れたことないんですけども自由が丘って、ね、すごく、えー、正常と同じぐらい、えー、正常みたいな感じで豪邸がね、えー、立ち並ぶというか、えー、いう感じの街、えー、らしくてですね、えー、っとその方は何だろうな3階建ての えー、あエレベーターがね家にエレベーターが3階まであるっていうそういうお家だったりとか、えー、そういういろんなね、えー、お偉いさんっていうかね、えー、若い人はいないけど結構年をいた、えー、年配の方の、えー、お金持ちの方がねよく住んでて、えー、という感じで話していてそんなねエレベーターがある家なんかあるんだと思ってまあでも、えー、普通に元気だったら階段の方がもう圧倒的に早いと思うんですけどもっていう感じで、えー、またそういうね話をしたりとかいろんなね え普段聞けないような、ねえー、っと方たちと話すことができて本当に楽しい宴でした。はい、でその方はまあ読書会とかも、ね、イベントやってるので飲み会だけでなくて、ね、そういうアウトプットの、えー、場所とかにも、えー、また今度気が向いたらというか、えー、参加してい、えー、きたいなと思いました。はいでえー、っとあとはね、えー、っと本当に、あのー、その池袋での食事会、えー、参加したのがで、ね、何ヶ月ぶり結構空いてたんですよいは僕が、はいで。それで えとなんかその前回行った時は、えー、と比べてですね自分がこうどしっと、ね、構えて、えーえー、と参加できたなと食事会に、はい、飲み会に、えー、すそれがねすごくね、えー、実感し,してというか分かってうれしいそこもね一つ、えー、楽しめた要因というかなんか、えー、どしっと構えて自信満々で、えー、と余裕を持った感じで、えー、飲み会に参加できて楽しむことができて本当に、えーまあ、それも含めて 一つ成長またできているなと実感して嬉しかったですそんな感じでえっと12月じゃなくて1月21日も最高に楽しかったですありがとうございましたバイバイ。